Hey, Visant here, and Smash is one of my favorite games, and ARMS apparently coming out presents Min Min. I already got spoiled, but let's just watch it. Kinda didn't wake up in time, that's okay. はい、おはようございます。It's in the pandemic at home. 空の桜井正弘です。今日はずいぶん雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今収録日は2020年5月の2日です。これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。I'm assuming you got the capture card. じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出して何とかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。つまりここは私の自宅なんですね。 His house now. 自宅からお送りしています。まあ任天堂の公式放送で自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、モニターが2つあるのはいつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういうふうにして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。では最初に、アームズとは任天堂スイッチの初期の頃に出た対戦型アクションゲームで、両腕がバネのようになっている人たちが戦い合うというものでした。いいね持ちが有名ですね。両方のコントローラーを手に握ってこのようにパンチをするというような操作形態でした。でですね、簡単に、手がスプリングというけれども、あの人たち一体何なんでしょうね。腕がこう伸びるとミュータントなのかサイボーグなのか、どうもいまいちよく分からなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。アームズ能力者は、その能力を発揮するときに手がバネのようになると。まあ手じゃない人もいるみたいですけどね。でも、とにかくそういう一定の確率で一定の人数いるというようなタイプの人たちらしいです。でもそのアームズファイター、何が参戦するのかっていうことをまだ言ってなかったですよね。 That's more about the title. 参戦ムービー作りました。ここでわかります。ではご覧ください。 What happens when you wake up later than the actual time? What's in quotes? Oh. Yep.Wait, Kirby just ate the bolt. No, it's not actually that fast in dodging. Oh. Oh.Everyone's just fighting over it. Everyone wants to be in. Damn, he really likes to eat it. Oh my god, Captain Falcon. How can she detect it all the way from here? Min Min! Dragon and...
Yao Yao Man. I like it. Oh. Dude, that range is ridiculous. You change weapons. Damn. Range is hella ridiculous. Oh my gosh. Dude. That, oh, that's B button. Oh. All of them are coming. Damn. Like, oh, 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 oh. Nice. They swap places now. Yeah. Of course, Kirby just does the same thing, huh? I mean, Min's cute. というわけで、アームズから新ファイター、ミェンミェンの参戦です。You're gonna say how they decided to pick ラーメン大好き少女、メンテンハン食堂看板娘、18歳です。なぜアームズのファイターの中からミェンミェンかというと、ぶっちゃけて言うと、アームズの矢吹さんが、ミェンミェンがいいって言ったからなんですけど、まあ私もミェンミェンか忍者らかなと思っていました。スプリングマンが主役じゃないのかというような見え方もあると思うんですけれども、どうやらそうではないです、うん、みんな主役ということをおっしゃっていました。 Everyone's protagonist、まあ、スプリングマンで画像検索をしても何らかの悪魔超人の絵ばっかり出てくるんですよね。これから、ゲームの説明を行いますが、全て開発中であることをご了承ください。アームズをスマブラに落とし込むってとっても難しいことです。そして、結果的にかなり変わった戦法を持つファイターになりました、得意不得意がはっきりとしていてですね、主に重量級なんかは得意なんですけれども、軽量級、空中戦が得意な人みたいなものは比較的苦手な部類になりますね。Man, like、では説明してまいります。Hard fighting people in air. All right. Down. これがミェンミェンです。両腕がスプリング状になっているのが分かりますね。そして、それぞれ別のアームを装備しています。アームの特徴について、まず腕を伸ばすことができます。これ強攻撃という概念のものですかね。そして、スマッシュ攻撃。これはもうちょっと。威力があるものを伸ばすことができます。そして強攻撃というのは打ちながら歩くことができたりします。 Really? You go like, yeah, and move? そして、ジャンプなんかもできるんですね。打ってる途中に普通に操作をすることができます。で、空中でスマッシュ入力というのも実はあったりします。 Damn, in the air? これスマッシュ入力、これ普通の入力、ちょっと長さと威力が違うんですね。そして、曲げることができます。上シフト、下シフトみたいな、下シフトの時に地面に使ってるから曲がってたりしますけど、こうやって狙いを定めることが可能です。そして他のファイターに比べて大きな相違点が一つあります。それは B ボタンが普通に必殺技ではないということですね。まず A ボタンを押します。これアームを打ちます。左アームですね。そして B ボタンを押すと、これ右アームになっています。つまり A ボタンと B ボタンが対照的な右腕と左腕を操作というようなものになっているんですね。必殺技がないわけではないですけれども、後で説明をします。なのでこれを利用するとまずこうやって左右に打ち分けることができたりとか、強攻撃とスマッシュ攻撃のコンビネーションをしたりとか、上狙った後下狙うみたいなこともできると思います。 Oh my god, that's the sound OP. そして、oh、my god. AB 同時押しにスマッシュ入力を設定している人というのは多いかと思うんですけれども、それを立て続けに押すと AB、AB と両方のスマッシュ入力を立て続けに出すということになります。これは必ず A ボタンの入力、つまり左腕から先に出ることになります。思えば2人操作がソファーの上だとできないのでサイドテーブルを用意してきました。Oh, yes. 直接攻撃とはいえども有利なところはもちろんありまして、例えばカウンターなんかは
全然食らわなかったりしますね。全然平気です。ただ弱点見えたものもありまして、接近戦にはやっぱり弱いです。例えば結構簡単に避けられるんですね。空中にちょっと飛んでるだけで当たらなくなってしまう。もちろんこの後の隙はすごく大きいですから、簡単に反撃を受けてしまうというようなことになると。だからこそ上シフトとかを使って曲がるしていかなきゃいけないんですけれども、そうそう自由に曲がるものでもないです。つまり面面を使うような場合は、敵が上から飛んでくるみたいなシチュエーションは比較的に見せるということになります、ね、空中で攻撃をすることももちろん可能なんですが、そうそう当たるものでもないというか、当たりにくいものなので気をつけていきたいですね。基本的には間合いを分けるということで、逆に面面を相手にする場合はどんどん接近していくことを第一に考えるべきですね。 Like another Simon Belmont kind of thing, right? You gotta be far away. されても比較的多くです。 Does she have aerials, those? 通常必殺技や横必殺技はアームの操作に使うわけですが、上必殺技と下必殺技はあります。といってもちょっと特殊なんですが、下必殺技はアームチェンジになります。この右腕のアームだけを切り替えることができるんですね。これどんな時にでも操作が可能な状態だったらパッ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 と切り替えることが可能です。まずこのリング状になっているのがホットリング。牽制に向いているアームだと思ってください。比較的素早く動くのと、oh, yeah. It hits up. 攻撃をするとここでリングをパチンと切り離すんですね。この切り離したものも最初の方には当たり判定があります。なので、比較的広い範囲を迎撃するためのもの、ただし威力は低いです。上に下に動かす範囲も結構広めですね。 Yeah, and it has more range. 復帰阻止にも割と有効です。ほっ、次にメガボルト。これは威力が抜群のアームだと思えば良いと思います。はっきり言って、スピードは遅いです。全体的にリーチも短いですね。なので見切られやすいです。曲がることも本当に不自由だけども、これが一発当たれば結構痛いです。しっかり溜めたメガボルトならこのくらいからでも撃墜できるかもしれないですね。No DI, right? Yeah, okay. 多人数戦に向いていると思います。多人数戦でとにかくどさくさに紛れて撃墜数を稼ぐとか、そういうものには向いてますね。逆にワンオンワンとかではちょっと当てにくいかもしれないです。次にドラゴン、もうすでに左腕にくっついているものですが、両腕をドラゴンにすることができます。牽制向きのホットリングや撃墜向きのメガボルトに対して割と素直というかスタンダードな性能ということになります。右と左で打てるわけですが、この時にボタンを押し続けるとレーザーを出すことができるんですね。ドラゴンレーザーでしょうか。ドラゴンレーザー、これを利用して例えば別々のところにビームを放ったりとか、そういうふうにしてより長い距離を牽制することが可能です。またこれももちろん左右に打ち分けることはできますから、両方でビームを打ってみたりとか、right. yeah, practice shooting in different directions. たりとか、横に対しては広範囲の攻撃範囲を持てることができるというものですね。そしてもう一つ特徴があります。想像に固くないと思うんですけれども、掴みは両腕を伸ばして掴みかかります。これ原作と同じですね、そして相手を掴んで投げると、左腕はドラゴン化しているのが分かるでしょうか。アームとしても大きくなっています。比較すると炎とか出てたりとかしています、ね、強化された左腕は普通のドラゴンよりも威力が高いです。ドラゴンレーザーも普通のものよりも強化されます。これが普通のもの、これが強化版、ちょっと渦巻いてたりしますよね。なお3つのアームは空中通常攻撃も変化します。例えばこれがドラゴンのもの、平均的、そしてこれがホットリングのもの、素早いんです、ね、What do you do with a B button? メガボルト、遅いけれども威力はあるといった感じです。That neutral is so good though. これもまた A ボタン、
D ボタンで打ち分けることは可能ですが、同時に出すことはできないです。そしてこのミェンミェン、アームだけかと思ったらキック技も一応あるんですね。パンチを長く押すと腕を伸ばすんですが、短めにタンとタップをするとキックになります。これカンフーコンボといういわゆるジャンプ攻撃に相当するものですが、長押しと短押しで使い分けることが可能です。Got it. 上強攻撃はこういうホイールキックみたいなものになります。そして、上スマッシュ攻撃はサマーソルト。Damn. Dude, that range though, and all these moves, so good. サマーソルトキックにはちょっとした特徴がありまして。Can reflect? こう。相手の球を弾き返すことができますね。Oh my god. 原作でも相手のパンチなんかをサマーソルトキックで返すみたいなシチュエーションがありましたが、それを再現しています。The smash? そしてダッシュ攻撃はこういうふうに。飛び蹴りをすることができます。ジャンピングキック。下強攻撃。これスライディングになります。スライディングで引っ掛けといて、上強攻撃につなぐとかいうことも可能です。他のキック技としては、下スマッシュ攻撃、左右同時攻撃。It's like this would be Sonic's。空中攻撃の上。そして空中攻撃の下は急降下キック。And that's, oh my god, it's like Sonic too. これで落下のタイミングを少しずらしたりすることができたりとか、吸収したりすることができるわけですね。The Sonic moves. そして残った必殺技上はアームジャンプというものになります。The arm jumps. これ、短く押した時と長く押した時でジャンプ力が違いまして、長く高く飛ぶことができます。少し曲がって飛ぶことも可能です。Jumping angle. どちらかというと地上戦を得意とする面々にとっては、like、Little Mac. 逃げに使うようなものに比較的近いかもしれないです。ジャンプして空中下で吸収をするであるとか、yeah, also do regular attack, right? You're like boing and then you're like、また上昇時は少し無敵が生じるので、ある程度当たってもまあ大丈夫です。少し遅れていてもまあかわすことはできますから、いざという時に諦めずに距離を取ることを頑張るということができたりします。必殺技上を地上で使うとアームジャンプなんですが、空中で使うとアームフックという技になります。見ての通りこう腕を伸ばしていますけどね、これを攻撃に使えることはさほどないと思います。どちらかというと腹筋に使う技ですね。こんな感じでテッダー、いわゆるワイヤー腹筋みたいなことができるというものです。ドラゴンで Did you get the tether recovery too? そして最後の切り札はアームズラッシュです。これはアシストフィギュアのスプリングマンなんかも使っていましたが、原作にあるパンチを引っ張り出す技ですね。これですが、そこは最後の切り札なのでもっとスペシャルな演出をしています。アームズファイターが勢ぞろいして普通のパンチを繰り出すというものですね。最後はドラでフィニッシュ。 I like that final smash. Spring Stadium. ステージはスプリングスタジアムです。柱にある電光掲示板にはさまざまなアームズファイターが映し出されます、ここの特徴は何といっても左右にせり出したジャンプ台です。ジャンプ台に乗ってジャンプボタンを押しますと、Oh, when you jump, yeah. こういうふうに高くジャンプすることができるんですね。ジャンプ中には相手に対する攻撃力が発生します。Damage your opponents if you make contact while jumping. そして、really? okay. スプリングスタジアム上方にあるこの梁も一つの特徴になっています。ここに吹っ飛んだ相手がぶつかることがあるんですね、こうやって Bouncing back in. そしてこんなふうにコンボを決めたりして、いろんなアクシデントを見ますが、例えばぶつかった瞬間にとりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてもらえればと思います。そしてアイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。アイテムは出てきただけではダメで、ちゃんと落とさないと自分のものにならないので気をつけましょう。それでは、一通り説明をしましたので、これから実戦に移りたいと思います。That's only halfway. はい、今回は参戦ムービーに出ていた2人のチームと、戦ってみます。2対1です。
正直言って相性は良くないですよね。特に飛行タイプというのは、地上戦を得意とする面々にはちょっと苦手な相手。だけども得意前でいきたいと思います。密です。ソーシャルディスタンスというやつですね。そろそろメガボルトでいきたい。うまく当てればいけるかな。いいよ。Wait, hit the arm too, though. ドラゴンのレーザー。Oh my god, so good.この人もいただきたいがどうかな。What level are the NPCs? メガボルトはやめとこう。For the computer. もう十分に吹っ飛ばせるはずだ。ダブルドラゴンで。Just keep spamming A and B. さすが。CP レベル8。Level 8, not level 9. ドラゴンじゃちょっとダメですね。ホットリングにするべきでしたね、今のはね。Yeah, team battle too.Oh, with final smashes. 切り札を2回使えるっていうのがポイントです。2人でいるチームは。お、やった。コピー能力。ああ、やっちゃった。使ってもらえばよかったですね、なんか。さあ、来い。来るんだ。期待だろ。Oh, man. ああ、でも、嫌な位置で当たっちゃいますね。これはやられたかな。ファルコンでメガボット。ああ、届かない。いや、届いてはいるけど。確実に当たる位置で期待でしょ。よし、今だ。Oh, and hit one person. これはもらったですよね。まあ残り一人になったとはいえ、安心できないな。何でしょう。手札があるし。ああやっちゃった。No, he's still alive. 腕を伸ばしてると、でも全然大丈夫。大丈夫。You're my like long range little Mac. やっぱり接近戦を仕掛けようとしてもダメですね。前を離していきましょう。そっか。人には割とわざと当てないっていう方法が使えるんですけどね。ジャンプ台。どうですか。That's how you do it. Okay. はい。というわけで無事に勝てました。やっぱり、噛み合わせが大事だと思います。ダメな時にはほとんどダメなこともあるんですけれども、うまくいけば前を保ったまま相手を封殺することもできるという、ちょっと変わったキャラクターになっていますね。楽しんでいただければと思います。 I guess it's time to main the new martial arts character. 与えたダメージの落差がすごいな。以上です。 It took 500 Bungless。次はサウンドについて。今回実装したサウンドは以下のようになっています。全18曲、うち2曲が原作作曲の朝日さんによるアレンジです。ファーマーズはもともと対戦格闘ゲームみたいなところがありましたから、あんまりアレンジの必要性はありませんでした。たった600いくらのダウンロードコンテンツにもかかわらず、ほぼすべてのスタジアムの音楽を内包しているというこの豪華さ、お楽しみいただければと思います。めんめん、スプリングスタジアムと楽曲のセットは6月30日に配信予定です。ファイターパスボリューム2があれば、そのまま受け取り可能、単体でも購入はできます。ファイターパス2、まだ1人しか発表していないんですね。残りまだ5人もいるのかと思っていますが、鋭意制作中です。しばらくお待ちください。 $30 ATLC ミーファイターコスチューム。次にミーファイターのコスチュームについて追加のお知らせです。こちらをご覧ください。Still haven't used ミーファイターズ but Oh, Ninjara. Nice. But the springs don't do anything. Tekken. Wait, it's a bot. Oh, wait. Tekken, huh? We might have a new character, Tekken, eventually. Jin? Splatoon?
the singing sisters. Brawler. Everyone's a brawler. Everyone. Oh, there's Gunner too. Oh, it's Fallout. Hey! Nice. Vault Boy! Gunner. Nice. Pew, pew. New costume. Oh. Nice. Very nice. But I mean, they're Mii costume. But yeah. S-M-A-S-H. It had to stand for something, right? Strength? Mental? ボルトボーイが参戦することになりました。マスコットとして着ぐるみっぽく参戦していますね。そして小ネタなんですが、ミーファイターのコスチュームを購入しますと、少しだけスピリットのお題が変わっているものがあります。例をご紹介します。これはカップヘッドの画面なんですが、通常はロックマンが相手として戦います。しかし、ミーコスチュームを購入していると、お題がカップヘッドのものになるんですね。こういったお題はこれからのアップデートで少しずつ増やしていくかもしれないですので、もしもお題が変わっていたら、あ、そういうものなんだなと思ってもらえればと思います。そして、この度スピリッツに新たな機能を加えようと考えています。それは再戦機能です。スピリッツの手持ち名鑑、I guess if you're 今まで戦ったり集めたことのあるスピリットが並んでると思いますが、なんか変なマークついていますよね。ハイスコアとかついていますけれど、普通に名鑑を見るとこのようになっています。ですが X ボタンを押したりするとですね、こう再戦ができてしまう。ここでスピリットのセットを、まあ、適当に組んでですね、right. okay. 戦うを選ぶと、名鑑にあるものは、そして戦うお題があるものは、いつでもそのお題で再戦をすることができるようになります。Oh, but you use any spirit. And, wait, any character maybe? 上に行くやつですね。上に行くっていうことはもしかしたら、使えなかった上必殺技使えるかもしれないですね。そしてフィニッシュすると、right. so that's how you use up B, I guess. 結果が出て、その時の装備していたスピリッツとその強さに応じたスコアが表示されます。少しスピも入りますね。Not on the ground. するとクリアしたようなマークになってハイスコアと出ましたけど、okay. But what the score do you know? 右上のところにハイスコアトータルというのがあります。これは非常にさまざまなお題をクリアしていくと累積されていくんですね。different milestones of high score totals. なので一通りすべてクリアしてしまうとそのハイスコアというのはとりあえず大きく出ると思います。Number thing, huh? ただ見ての通りの数です。相当すごいボリュームがあります。ただ一回クリアするだけでも大変だとは思うんですよね。しかしまあいろいろな遊びが楽しめますから、再戦機能をぜひ活用していただければと思います。 Monday、スピリッツのお題の中にはなかなか手強いものもあります。oh, yeah,、like、逃げ惑うポリンとかに苦労した人も多いんじゃないですかね。私がそうですけれども、今回スピリッツ班から、難しいお題などの解決方法について、really? いくつか例を取ってもらいましたので、それをご覧ください。With a staff. You just snipe. Oh, damn. You can easily beat it. Nice. Ready? Go! Victory!
Damn, why didn't anyone think of that? Just get a gun. Staff. Ready? Go! Victory! Them hacks, man. Wow. Ready? I don't remember these. I see. Super launch star equipped. Oh, we can do that way. Dealing with a giant beam of store. Yeah, it's huge. とにかくすごいボリュームになると思います。I guess he can. 忘れられてるかもしれないですけれども、スピリッツのお題というのは多人数同時に遊ぶことができますので、そちらも活用いただければと思います。Oh, the spirit board. Oh, it's only local though. スマブラシリーズのアミーボについてなんですが、前回基本的なキャラクターは全部出し尽くしまして、スマブラ4の時と合わせると全種類が、アミーボとして展開されています。まあスマブラ4用のデザインだったりしますから、ゼルダとかガノンドロフとか新しいデザインにならなくて残念だなとは思いますけどね。あ、残念だ。でも全部出し尽くした、出し尽くした。ところでこれをご覧ください。ジョーカー、アミーボのジョーカー販売決定です。あ、oh, this one looks cool though. クオリティを持ってると思います。透明パーツとか、ね、支えになってたりするんですね。ディテールも良いと思います。わざわざ、こういうモックというんですかね、試作版をうちまで送ってくるという、自宅でこれ楽しめていいのかっていう気がしますけれども、あ、なかなか嬉しいですね。ここでジョーカーを作るということは、その他のダウンロードコンテンツ等々について作っていくのか、次は勇者なのか、順番的には、yeah. というような、風に思われていると思いますね。Nope. ところでこれをご覧ください。Oh, the reader. アミーボの勇者も制作中です。ダウンロードコンテンツで登場したファイターのアミーボ、これから作られていくことになると思いますが、どこからどこまで作られるのかというのは、まだ未定になっています。気長にお待ちいただければと思います。最後に余談です。キャプテンファルコンがラーメンをすすっているという参戦ムービーを作ったわけですけれども、そのラーメンをすするキャプテンファルコンの声だけのために、声優の堀川亮さんをお呼びしました。堀川さんは、ドラゴンボールのベジータなどで有名な方ですね。ナイス。昔64版を収録した時から非常にさまざまな音声収録を行ったわけですが、実は64版から新録をしていないというのはキャプテンファルコンただ一人だけでした。ヨッシーみたいにアセットを使っているものを除いてですけれども、まあ楽しく、収録させていただきました。時々キャプテンファルコンファルコンパンチやってみたいなことも言われるみたいですね。キャプテンファルコンは、初代64版からの声をそのまま使っているということは、なんで切り札ボイスがある の, あのカモンブルーファルコンってやつですね。それ64版にないですけれど、実は64版の時から、そういう最後の切り札に準じたような仕様というのは考えてはいたんですね。やめちゃいましたけど、スマブラ X で3作目でやっと、そういう仕様が入ったというような経歴があります。今回は、私の自宅からお送りすることになりました。外出禁止以前に、コロナウイルスの影響というのが、大変厳しい状態になっています。これが、公開されるときには少しは状況が改善されることを望みますけれども、やっぱりまだまだ厳しい状況ではないのかなと想像しています。当然ゲームもいろいろな作品が、販売が難しくなったり遅れたり、あるいはこっそりと中止になったりしているものもあるかもしれません。ですが、少なくとも私たちは、スマブラチームはできることを頑張っていきたいと思います。
少なくともあと5つの、ダウンロードコンテンツを作るということはお約束しますし、中でも参戦ムービーもちゃんと1つずつ作っていくことにしたいと思います。できる限りのことをやりたいと考えています。なので、もしも外出禁止が出ていたとしたならば、まあ、家でおとなしくゲームなどするなり、頑張っていきたいと思いますね。皆さん協力していきましょう。それではおそ松様でした、ご清聴ありがとうございました。それでは That it? Okay. So hopefully you guys enjoyed that reaction. I mean, there's some parts where it's like, you know, kind of empty because I'm just watching. But yeah, check out my socials down below and hopefully see you guys next time. Later days.